アディダスさんからいただきました。最近あったこと、春休みの宿題全部答え見たこと。いやそれ全部見ちゃダメでしょ。宿題の答え全部見るのはずるいな。はい、続いて内田さんの最近あったこと、ゲーム仮面さんの動画を見てうまいなと思ったこと。頭がおかしくなったと思われる症状でした。やかましいわ。いやゲーム仮面普通にうまいからね、氷用の。どうもモナリザです。はじめまして。私喋るの初めてなんだけど、今回は氷鬼オンラインでゲーム仮面のカスタムでヤバい店長がすごいプレイしてたのよ。神プレイしてたから、その時の様子を紹介したいと思います。ではどうぞ。いやもうゲーム仮面のさ、カスタムって基本人が多いからさ、ラグいのよ。めちゃくちゃラグいの。ほら多くない？すごいいろんな人が来てくれてるよね。スキンもすごい綺麗だしさ。はい、始まりました。ゲーム仮面はね、基本的にめちゃくちゃうまいから、天才だからなかなか死ぬことはない。おもう鬼にもう自ら近づいていくスタイル。でも近づきすぎてちょっとヤバくなったスタイル。でもほら慣れたもんでしょ。うまい。あ、死んだ。早くない？ヤバい店長見てこう。ヤバい店長はね、ゲーム仮面昔から知り合いなんだよね。会ったことはないんだけど、これねプレイを見てほしいんだけど、基本今やられそうだったけどやられなかったでしょ。今それだけでもすごいのよ。はい、これは登ってく。おお、あ、そっから登れるんだ。あ、ちゃんと味方を救助するっていうね、優しさが素晴らしいね。うん、そこ乗って、あーすごい、鬼になったら鬼になったですぐ敵を倒す。これはすごいよね。いや基本的にさ、血も鬼だから、これ血も鬼ってやっぱりその鬼と逃亡者の、スピードが同じなんだよね。だから、基本的に一人で追いかけてる時にキルするのってすごい難しいんだよね。あ、これグレンデルさん追いかけてるね。グレンデルさんもさすがにヤバい店長だったら逃げるの大変かな。あ、ここで諦めた。諦めたというか他の人に、あ、違うか、逃亡者になったから逃げたのか。なるほどね。ちゃんとね、これ残り時間見ないと切り替わったタイミングとかですぐやられちゃうからね。あ、鈴木恵美さんがラグキルされたって。墜落が好きな人ですね。あ、うまいこと飛び移っていく、登っていく。あ、すごい意表をつく逃げ方だね。あ、氷の使い方うまい。え、待って待って、ちょっと待って、これヤバい店長さんしかいないじゃない。うわ、人数えげつな。これ結構さすがに厳しいでしょ。めちゃくちゃ追いかけられてんじゃん。これ残りヤバい店長だけだよ。これヤバいよ。これはちょっと大丈夫なの。あ、すごい、鬼になったタイミングでちゃんと敵を倒すっていうね。これだけ人数に差があるのにもかかわらずちゃんと敵をね、キルしていくっていうのがすごいね。さあ残り26秒、に倒しまくれる。これ MVP 取れるんじゃないかな。多分ね、血も鬼だからこっから勝つことは無理だと思うの。お、キルしたわ。すごい、この段階でキルしてく。お、さらにキルしてく。あれ山猫鈴さんじゃったんじゃないの。うまい人だよ。それをキルするなんてすごいね。あ、すごい、またキルした。天才。やばい店長、天才。あ、残り数秒になったからちゃんとここで逃げますと。いやだけどこれかなりの人数のね敵がいるから、あ、ここでやられてしまったけど、めちゃくちゃすごいね。あ、やっぱ MVP だ。何キルしたの。え、何キルしたのこれ。あ、やばい店長7キルしてるわ、一人で。うわ、これはすごかったね。いやちょっと見習いたいと思います。ということで以上モナリザでした。バイバイ。最近あったこと募集中です。コメント欄でね教えてください。以上ゲーム仮面でした。